分はただの救世力になっている。ロシアへの制裁は世界の4分の1の国々しかしていない。世界人口の 80% 以上が先進国という救世力の言うことを聞かなくなっている。救世力は崩壊の危機にあり、新制度の構築が待たれる。